次回の世界遺産はアラスカとカナダにまたがる世界最大級の氷河地帯。氷河が生んださまざまな景観が広がる渓谷をボートで下ります。二色の川が交わる不思議な場所も。その先にはエメラルド色に輝く湖が広がっていました。そして待ち受けていたのは無数の氷山が浮かぶ巨大な氷河湖。2週にわたってお連れする北米の氷河地帯、前編は絶景の渓谷。8日午後6時。